俺は後で見れるらしいからストーリーカットで。後で見れるっつって見ねえかもしんねえけども。時間もね。いや、見とくか。ヤッコってどこいんの？毎度思うんだけど、どこいんの？いないんだけど、すげえ目立つだろ、いたら。気づかねえんだけど。また読書か？ええ。でも、あれ、何かあったの？自分でもわからないの。まあでもあれそこが壊れ、あそこ壊せたから。あとは足りなかったものを。あ、こんばんは。人狼まだできないみたいですよね。ちょっとやったら、やりますか？誘惑かは何か。あっちの方にはとりあえず移りますか？これやることになるかもしんないけど。こっちの YouTube 版はもう終わりで。これ終わったら終わりで。このあっちの方にちょっと移って、はじめちょっとこれのプリズムのバトルをやりますかね。うん。今まだできないんでしょ？あ、そうだ。あれやんなきゃいけないですよね。ファクトやんなきゃいけないんだけど。明日にするか。アークナイツ終わったよね。明日でアークナイツも多分終わるから楽になるわな。ブルアカも入りながらタクトもやんなきゃいけねえ。厳しいね。どうして？あいつはライトなノベルとか読む柄じゃないし、なんつうか、つまらないと言うと思う。何が？その話が。まさか。異世界に転生したのにワイちゃん渦で引きこもってる剣の3巻が、いや、1巻から。どうして？だってユッキーはハッカーだもん。そういうファンタジックな話に興味なさそう。普段現実的なハッカーだからこそ、こんなファンタジックな冒険団にワクワク心躍るものじゃない？そんなタイトルで冒険団だったのか。だったら可能性としてはなくはないかな。聞きに行ってみる？でも、ルカさんの話聞いてたら怖くなってきた。なんで？自分が大好きな作品をけなされでもしたらって思うと。確かに、私も自分の大好きなクソうるさい音楽けなされるとショックだ。じゃあ私一人で聞いてきて、結果はオブラートに包んで伝える。それでどう？助かるわ。ならこれ借りていくな。あ、はい、はい。ちょっとこれストーリー的なのだけやって、あとはもう、垂れたしね。いやー、まあ、しょうがないんで、とかもやんなきゃいけねえじゃんと思ったけど、どうしよう。もう6時だしね。あっちの方に譲りますけど、ちょっとこれ終わってから。明日でいいか、タクトは。ブルアカもなんか入るっていう不穏な感があるんだけど。いや、
まあ、ただ、アークナイツが終わるからな。それを考えりゃいいか。ねえねえ、ユッキー。なんだよ。この本って難しいかどうか、読んで感想をくれない？今時紙の本か。珍しいな。どれ？読み終えたぞ。どうだった？こんなの小学生でも読めるだろう。ガビョーン。ガビョーンってなんだよ。私は今から小学生でも読めるオブラートに包んで、それを難しく思っている依頼者に報告しなくちゃならない。そいつは大変だな。ちょっとこれをちょっと前半やっとくか。誘惑とかにみんな行ってんのかな。誘惑に行ってんすか、みんな。今今日は誘惑動画見てみます。ああ、いや、これは空いてる時にコツコツやればいいんじゃない。人よりも遅くなるけど、このスポーン遅いけど、人よりはなんかできない時に昨日みたいにやっといて、まあこれを意地でもメインでやるっていうものじゃなくてもいいと思うけど、補助的に。でも朝やっといてよかったですね。11歳以下は手を出したら火傷するんだぜ。確かにそう言われてみると決して優しいものではない気がしてくる。そうそう、なんだか自信が湧いてきた。頑張って読み進めてみる。ありがとう、ルカさん。どういたしまして。うん、これでもらった。よかったよかった。専用装備取んないといけないかったから、まあちょっと曲げ玉だけど、まあ希望はあったからよかったわ。絶望状況の時が一番ダメだからね。もう下がりすぎてやべえって時は。レベル的にはこの人の方が主力になる。どうせ火持ってるしね。90まで上げるとか、やるべきことをやって、時が来るとアクセサリー5とか、やるべきことをやって、取り込んでいけばいいんじゃない。これはいいんだけどさ、あ、属性から結局ダメなのか。断影じゃなくて、断進撃、全体を切り刻む。断影じゃない方が良さそうなんだけど。まあ、これに関してはもう、三つしかねえか。三つしかないの。これに至ってはもう、いやな、属性でもあるまいし。フルブレイカーじゃねえや、これだわ。これでいいと思うわ。こっちの方ってさ、あと9回、3回しかできないの。9連撃って書いてあるから、こういう感じだ。これは、まあ、いないとして。まあ、これはもうしょうがない。つけれない。うん。
なんか属性系なんかガチキャラ欲しいね。さあ、